アテナを追って冥界を進む聖夜とシュンは、死んだ恋人ユリティースのために冥界にとどまっていたシルバーセインとこと座ライラのオルフェと出会う。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知って聖夜たちに協力することを決意する。盾ごとの名手であるオルフェは13日に一度ハーデスに琴を聴かせることになっていた。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾ごとを弾く最中、さりげなくデストリップセレナーデを奏でる。全てのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだったが、そうはさせんぞ。なぜデストリップセレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが俺は琴を聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。僕のことも調べ、その耳に響かせてみせる。シルバーセインとか、お前が百人束になっても俺の相手ではないわ。ファイト、バカめ。デストリップセレナーデの効力にあるんじゃ。相手はハーデスを撃つ。そこをどいてもらうぞ。トリンガーアダマンティス、バカめ。力ずくでどかしてみろ。お前の細腕でそれができるのならな。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われていたらしい。まさかこれで全力というわけでもあるまい。驚く強さだ、愛するユリティース。やはり君の命は帰れそうにない。この命を通してやらねばならないことがある。ハーデス様から受けた恩を忘れ、アマプラへ拳を向けるとは見下げ果てた男よ。確かにハーデス、ライテストコースト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 。僕はハーデスを撃つ。ここまで俺を手こずらせるとは。ライテストコースト、だけでは飽きたら、魂を砕いて存在ごとかっ消してくれ。レイテストフォーション、死ねば暗殺など求めはしない。だから今まさにこの瞬間だけでいい。はい、僕のコスモよ。アテナのセイン、バカめ。今一旦ハーデスを撃つ。これで終わりにしよう。私はしないぞ。ストリンガーヒール、この一瞬いいな。僕の旋律をものともしないとは強敵だった。尻尾を出したネズミが、これ以上好きにはさせん。とどめだオルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、こんなところまで来るとは。俺がこいつと戦っている間にオルフェ、ハーデスを倒してくれ。この地上ハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧を一人ひねり潰してやる。ファイト。どけ。今は貴様に構っている暇はない。そうはいくか。オルフェがハーデスを撃つまでここは絶対に通さないで。レイテストコーション、このチャンスを逃すわけにはいかない。この目障りのやつめ、ブロンズの分際で身を程を知らせそうが。愚か者めが、このジュデッカで
これだけの騒ぎを起こして生きて帰れると思っているのか。俺はセイントだ。アテナのためなら命など惜しくはない。ラダマンティス、この俺の全てのコスモをお前にぶつけてやる。何なんだこいつのしぶとさは。そういえば海王ポセイドンの野望をくじいたのは一回のブロンズセイントたちだったという話が。まさかこいつが。メタワリド、ペガサス、ついていけ。これで終わりだ。この樹液下にセイントが存在するこの時代、大いなる罪だ。冥界はとても飛ばしてくれる。なんて果たして攻撃的なコストなんだ。ゴールドセイントに勝るとも劣らない。絶対に俺のゴールドの元へは行かせない。さあ、ゴールド、それとも完全に息の根を止めてほしい。いい、地上をお前らに支配されてたまるか。なぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、どのようなからくりがあろうとこの勝機逃すわけにはいかない。聞け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。何、消えた。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。ストリンガーフィーネ。何、せや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェ、僕はどうせもう助からない。こしゃくな真似を。せいや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星艦。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェはもうそのこと、戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス、何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう、無駄死にしたオルフェのもとへ。待ちなさい、ラダマンティス。世は戦いを好まぬ、控えよ。この威厳、この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人代わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。セイントセイヤ、セイントセイヤ。